シドニー工科大学は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニーにある、公立大学である。現在の大学としての設立は1988年で、あるが、期限は1870年代まで遡り、前身は NSW インスティチュート・オブ・テクノロジー。シドニー市の中心部にメインキャンパスが存在する、唯一の大学である。2017年現在、 メインキャンパスの拡張及び新規施設の構築を行っており2018年までに完了する予定。2005年、ザ世界大学ランキングによる世界大学ランキングの中で87位にランクされた。2013年、ザ世界大学ランキングのザ100モーストインターナショナル、ユニバーシティズ・イン・ザ・ワールドで世界第24位に topuniversty.com i,、v e R S I T、y. Com による創立50年以下の大学のランキング QSUniversity ランキングで世界第20位にランクしているザ世界大学ランキング2019コンピュータサイエンスエンジニアリングはオーストラリアトップクラスである一方で大学院は歴史が浅く発展途上であり数理コンピュータサイエンスや 特定の理工学分野の研究においてレベルは高いものの総合的な評価は比較的低い。また2015年にはザ世界大学ランキングの創立50年以下の世界大学ランキングで21位にランクされた。全体での世界大学ランキングでは250位以内に入る。8つの学部を有する。上記の学部のほか、アッツ、インサーチと呼ばれる。 付属学校を持つ。ドクター・チャウ・チャク・ウィング・ムネ・ ABC ・ファクツ・フィギュアスランキングス。UTS.edu AU 2017年5月24日閲覧。アッツ・アニュアル・リポート2008。UTS.edu AU P4 2017年5月24日閲覧。プロジェクツ・イン・プログレス。 uts.edu.au 2017年5月24日閲覧。arts.annualreport2005。uts.edu.au.p2 2017年5月24日閲覧。the100most international universities in the world 2014。times higher education 2017年5月24日閲覧。qsuniversity rankings. トップ 50&502013 トップユニバーシティーズ2017年5月24日閲覧ユニバーシティオブテクノロジーシドニータイムズハイヤーエデュケーション2017年5月24日閲覧ユニバーシティオブテクノロジーシドニータイムズハイヤーエデュケーション2017年5月24日閲覧ありがとうございます